今ジャズコの、パワーインに音が入ってるわけですね。に入ってます、はい、それはあのこのグローバルというところを押してもらえればこうアウトプットの切り替えができて、今はコンボアンプのパワーアンプになってますね。ここですね。でダインジェル場合はこう直で、あ、ダイレクトですね。うん、ダイレクトですね。あとスタックのフロントとか、ね、スタックのパワーアンプとかいろいろあるんですが、今はコンボのコンボのパワーアンプ、あ、これですね。はい、これでいきましょう、はい、でマーシャルの、ドライブ系のヘッドを使って、これぐらい立派に沈んでくれると。で、これに、まあ、コンパクトエフェクトを3つ並べた感じで、まずはディレイ入れてみましょうか。テープエコーなんですけど。いい感じでね。で、チューブスクリーマーも入れて。なんかこれボリュームで結構いろいろコントロールできるという、うん、これがね、あのすごい優れたところで、じゃあ次は別のアンプでやってみようか。はい。次は、ディーゼル。これはもともとのアンプの音が、ね、やっぱマーシュのモデリングとは違って、より今風なモダンなね、上下に広がった音がちゃんと再現されてるのが素晴らしいな。こんだけ歪んでるにもかかわらずボリュームを2にすると、モジュレーションディレイも入れてみましょう。でこのままボリューム上げますね。という具合に。すごいですね、ギターアンプみたいですね。ね、うん、素晴らしい、うん、普通はねボリューム絞るとこうちょっとこもった音になりがちなんだけど、ちゃんとねあの上の成分がアンプのに残ってて、そこがすごい使いやすいです。ああ、ありがとうございます。100種類を超える内蔵エフェクト、3モジュールに各100種類を超えるエフェクトを搭載してます。まあこの100種類かけ、まあ、100×100×100 なのか分かんないですけど、ちょっと数字弱いんで、これだけの組み合わせが楽しめます、まあ、あとディレイ ×3 みたいな、自由な組み合わせが可能です、今では入手しがたい、ヴィンテージアンプエフェクトなんかも忠実に再現されています。あとは往年のズーム製品から移植されたギミックなエフェクトも再搭載されております。あとスタジオ機器同等のハイクオリティリバーブを新搭載しました。じゃあここのところもちょっと、聞かせていただいてよろしいですか。はい、ズームの往年のズーム製品からまずいきましょうか。あれですね、昔9050というハーフラックの、エフェクターに入ってたようなものを、再搭載しました。なんで何が出てくるんでしょうね。ボンバー、おー、ご存知ですか。ちょっと一発いっちゃいませんか。これ
俺ね、笑うよ。まずは普通のね、ディーゼルの。ボンバ入れますね。ありっすかこれは。何に使うんでしょうねでもね、うん、これ以外多分使えないと思う。あとねこう変態系エフェクター、これもまたねすごく変態で、ベンドチョーク、ベンドコーラス、わかんないんです。ベンドコーラスですね。このアームを握りながらこう弾いてしまった感じが、酔っ払いすぎな感じで、これも結構好きなんです。であとはですね、あのリバーブなんかちょっと、ああリバーブね、すごくいいのが入ってて、綺麗な音でやってみますね。これなんですけど、まずはこのアコギのシミュレーターにラックのコンプが、これまたすごくいい感じなんで、これプラスリバーブを、すごく密度の濃いいいリバーブが入ってる、うん、これでしたら多分ドラム入れても大丈夫くらいに使えますよね、うんうん、すごくいいよね。ドラムマシン、リアルな PCM サウンド、足元でスタートストップが可能と、ドラムを再生しながらエフェクトチェンジも可能です。まあ、その次に、ルーパーですね。先ほども説明しましたけども、最大40秒のルーパー機能を搭載しました。あとアンドゥリドゥ機能ですね。まあ、1回失敗して、録音したものも失敗したということであれば戻ることができる、それからそれをまた戻すこともできる、アンドゥリドゥ機能が搭載しています。でエフェクト、これ3モジュールありますけど、それと同時利用ができます。ですので、フルにエフェクト使いながら、ルーパー機能が使えます。でリズムマシンとも同期が取れるということで、これですね。でもやってもらうのは、はい、ですよね、はい、うん、ちょっと間違えました、ごめんなさい。やってみましょうか。ループですね、まずリズムを出して、こいつに何か重ねてみましょうか。ありがとうございました。一人楽しく。楽しそうですね。楽しいですね。